今日はね、この砂時計、この砂時計をひっくり返します。ひっくり返したら、まあ、こう落ちますね。で、この落ちるこのスピードを変えてみたいと思います。はい、やり方は簡単。まず、手に持つ。手に持って、ですか？今ここでゆっくり落ちますね。で、このゆっくり落ちてる中で速くします。手に持って、こうやって、ハンドパワーを送るんです。ハンドパワーをこうやって送ったら、速くなるはず。いきましょう。はい、ってことでね、なんとか腕落ちました。はい、これが、砂時計を早く、砂時計の砂を早く落とす方法と。はい。